レッツプチキャンプ。小さなボディに楽しさ満載の軽キャンピングカープチキャン。さあ今日はプチキャンでどこ行く？めっちゃ可愛い。おお、いいねこれ。色味がめちゃくちゃ可愛い。ちょっと違うな。うん。もうこの後ろのこのこれめっちゃ可愛い。このロゴ可愛いな。うん、ロゴ可愛い。収納はついとって。あの辺も収納がいっぱいついてるわ、ちっちゃいのが、うん、ちっちゃいのがな。ベースはエブリーなんや、エブリーのターボ、うん、かわいい。あ、ここに電源が集まってるんや。すごい、止まる、ちゃんと、うん、手離しても大丈夫。あ、すごい、開け閉めがめっちゃスムーズ。あ、そう、うん、うん、結構広い収納が、うん、ここもなんかようあっちこっち入るな。うん、結構このちゃんとこう出えへんようにされてるから、うん、大事。あ、ほんでここはあれやな、テーブルとしても使える扉やな、うん、これもしかしてこうか。おすげえ、おすごい。ここまで開くで、あら、これはすごいな。これすごいね、ちょっと ここまででもすごい、うん、すごい、めっちゃ木の触り心地がいい、うん、なんか色合いがすごい、うん、色合いすごい。なんか楽しい感じやな、うん、めちゃくちゃ可愛い。これや。お値段？うん、お値段。これ。どっちとかな？よし。なんかね、うん、このシートのカバーにはバリエーションがありますってパンフレットに書いてある。ほら、あ、いろんな色があるな。うん。すごいね。いいじゃん。あ、シートも可愛いわ。お一人様の時、助手席この使い方は最高やな。あー、確かに。
めっちゃかわいい。リバーシブルベッドって書いてある。このカーテン綺麗な。うん、綺麗。うん。なんかライトとかも名前書いてあった。うん、へえ。あ、これか。ちゃうか。うん、いや多分あの前のやつじゃないかな。あの助手席に置いてある。ちょっと待ってよ。うん。いいよ。あ、これは違う。あ、ほらほら。ほら、あ、ほんまやな、ロゴが入ってるでしょ、うん、ほら、まあ、ほんま、ほら、ほんまやな、うん、だからこういうのも作ってはるんかなって思って。へあれ中身気になるよねあの奥のやつ、これ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 、何を、あの言ってた寝袋みたいなやつ、あれ気になるな、気になるね。これ月のログハウスっていう名前らしい。なんて？月のログハウス。この車の名前？うん、あのただね、シャレーリュニョって。シャレーリュニョ。言えてないかも、ごめん。シャレ。ほら、ここ名前書いてあるでしょ、見える、そこ、ほら、あ、シャレルニュって難しいな、うん、月のログハウスっていうことらしいです。こだわりを感じます。
かわいいよね。すごい標準装備いっぱい。これね、さっきの車が月を意味してて、こっちが太陽を意味するソレイユって名前やね。これがソレイユってこと。なかなか綺麗。うん。すごい。
変わっとんな。あ、ここ収納かわいい。紐がついてる。ってことは持ち出せるんやろか。この。持ち運びできるって書いてある。やっぱり。うん。ボックス持ち運びできますって、はい、これいいな。ねえ、かわいい。かわいいし持ち運びできるって、うん、すごい。あ、上収納とモニターがついてるわ。うん、これモニターちゃうかな。ほらこんな感じ。いいな。うん、これ良くない？カラビナ、うん、ええとこついとんな。3つついとん。あ、運転席の上かわいいで。うん、かわいい。めっちゃかわいい。このシートふかふか。柔らかい。うん、柔らかい。なんか柔すぎず硬すぎずって感じ。腰痛に優しいな。あ、そう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 。なんかいい感じ。よく眠れそうな柔らかさ。何よりもこの可愛さよね。この車ってもうめっちゃ要所要所が可愛すぎる。これソレイユ。これはこれテーブルが見当たらへんかって。